あ、お疲れ様です、お疲れ様です。あ、今日もありがとうございます。お疲れ様です。ん、竹下君、ちょっと喫煙所行こうかね。あ、はい、わかりました。テク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 、あっちゃん、で、今日の相談は何なの？またなんですけど、生徒さんがいまいち集まってくれないんですよね。いや、君さ、集まってくれてる方だと思うよ。いや、そうだとは思うんですけど、僕もっと働きたいんですよね。そう？君だってフラフラじゃん。そんなことないですよ。鍛え方が違いますから大丈夫ですね。で、あれでしょ？お1日から仕事入ったんですよ。ありがたいことに入ったんですよね。そんなの奇跡だと思うな、僕は。でね、僕からちょっとしたアドバイスなんだけど、君ね、毎回さ、レッスンに行くのにさ、なんかスラックスみたいなのに履いて、コンブレとかマフラー巻いて行ってるじゃない？あ、そうですね、まあ、常識だと思いますね。ちょっと周りを見回してみて、ジーンズの方が多くないかな。そこまで見てないですね。で、そういうとこ見ようよ。そういうとこピチッと。僕が思うにジーンズの方が多いと思うんだ。ほら、僕は今日ジーンズだろ。あれ、師匠ジーンズですね。まあジーンズだね。君ちょっと変だと思うよ。なんでですか？なんだろうな。そのスラックスとかスーツとかでさ、現れちゃうとさ、まあ君のポリシーとしてわかるんだけど、試しに一日ジーンズで行ってみるといいと思うよ。多分誰も怒らないと思うから。そうですかね。多分怒られると思いますよ。ドレスコード違反ですよね。いや、契約書に書いてあるの？いや、書いてないですけど、僕の中ではジーンズは作業着であって、僕の言うことが聞けないのかな。いや、聞きます、聞きます。だからね、明日試しにジーンズ履いてってみな。誰も何にも言わないし、今までより若干フレンドリーになってくれると思うよ。だってさ、スラックス履いて現れる講師なんてさ、ちょっとキモいもんね。そうですか。とりあえず僕の言うことを一度聞いてみな。明日ジーンズで言ってごらん。その方が好感度アップするから。わかったかな？はい、わかりました。じゃあ適当にやっといて。しっかりリズムトラック、ちゃんと単純なのでいいから打ち込むんだよ。はい、わかりました。失礼します。適当にやっとくんだよ、ジーンズだよ。大丈夫かな。大丈夫なんだよ。あ、すいません、わかりました。失礼します。